皆さん、こんにちは。俳優の児玉清さんといえば、パネルクイズアタック25の決め台詞、アタックチャンスのイメージが強いのではないでしょうか。もちろん、俳優業でも温厚な理解ある上司などを演じてベテランの演技というものを堂々と見せつけていましたが、やはりアタック25のイメージが強いというのが正直なところです。今回は、児玉清さんを支えて見守ってきたご家族やこれまでの経歴について見ていきたいと思います。まずは児玉清さんのプロフィールを見ていきましょう。児玉清さんは本名を北川清と言い、1933年12月26日、生まれ東京都北区の出身です。身長179センチメートルと大変な高身長で、血液型は O 型です。小学生の頃、群馬県吾妻郡中之条町の四万温泉に集団疎開した経験を持ちます。疎開先ではいじめられた経験もあり、孤独を紛らわすため本を読みふけっていたそうです。後年、読書家としての片鱗はこの頃からあったようです。東京都立工芸高等学校を経て一浪して学習院大学文学部ドイツ文学科入学後、演劇部に入部しました。当初は道具係でしたが、当時の世代としては大柄ということで無理やり舞台に上がらされたといいます。その後、大学の1年先輩でフランス文学科の篠沢秀夫さんに見出され、篠沢秀夫が企画していた不都合劇ブリタニキスの主役に抜擢されます。フランス語は全く知らなかったそうですが、演じきって高い評価を得ました。とはいえ、児玉清さんは本来役者志望ではなく、大学卒業後は学者になるために大学院進学を目指していました。しかし、学部卒業式の当日、母の急死により就職先を探さねばならなくなってしまいます。しかし時期は4月目前、就職先が決まらず、結局知人が手を回して応募してくれていた東宝映画第13期ニューフェイスの面接試験に臨み、合格したのです。試験当日の朝は1時間前に急に思い立ち、東京都世田谷区岡本の自宅そばにあったバスの停留所にたまたま東宝撮影所行きのバスが停車し、すかさず飛び乗り向かったこともあり、水着持参であることも知らず、水着審査で下着のパンツ1枚で参加し、審査員からキーの目にさらされたそうです。しかし、質問にウィットあふれる回答を返し、逆に関心を買ったという逸話があります。この逸話は著書負けるのは美しくで明かされています。先輩の篠沢秀夫さんは、児玉清さんとは逆に役者志望であったものの、学者となったため、結果的に篠沢秀夫さんと児玉清さんは正反対の進路を進むこととなりました。東宝専属となったものの、いわゆるエキストラとしてセリフのない通行人役が長らく続きました。1959年、風切り鉄腕投手稲尾物語に通行人役として出演。それまで撮影所の掲示板に貼り出される仕出しの仕事を無意にこなす日々を送っていましたが、この作品は児玉清さんにとって不本意だった俳優業に興味が湧き始める転機となったそうです。当作品のロケで福岡県福岡市に滞在していたある夜、宿舎で年下のスター俳優に誘われ立ち寄った喫茶店で、サインを求めてきたウェイトレスが児玉清さんも人気俳優だと思い込み、色紙を差し出したところ、年下のスター俳優が、この人はジャコだからサインをもらっても意味ないよと言ったことに一念発起したそうです。10年間は俳優として頑張ろうと心に誓ったのだと言います。その後は次第にセリフのある役柄を得るようになってはいきましたが、相変わらず端役が続いていました。ところが1961年4月風切りの別れて生きる時もて、司陽子さんの初恋の相手役に抜擢されたことをきっかけに頭角を現していくことになります。黒澤明監督作悪い奴ほどよく眠るに出演した際は、とにかく目立とうと必要以上に大げさな演技やフレームインを繰り返し、激怒した黒澤明監督にいじめ抜かれたといいます。友人にそそのかされた児玉清さんは、世界の黒沢を殴ることを決意するまでに至ったそうですが、なんとか踏みとどまり、実行には移さずに出番を終えました。
後に黒澤明監督が自分のことを陰で、あの血気盛んさを10年持ち続ければものになると評価していたことを聞き、腰が砕けたと語っています。1964年8月、東宝専属の中堅女優だった北川真知子さんと結婚しました。この時児玉側が婿入りしたことにより、本名の姓がこれまでの児玉から北川となりました。間もなく北川真知子さんが女優を辞めたため、会社ばかりかベテラン女優の香原夏子さんからも残念がられ、彼女が復帰する際は知らせてほしいと言われ、落ち込んでしまったそうです。結局1967年に東宝を退社してフリーとなり、テレビドラマに活動の場を移します。その後、水前寺清子さん主演のありがとうで一躍人気を得て、以後ホームドラマなどで活躍するようになります。しかしテレビドラマも機器の向上と演出方法の変化によりカット割りが多くなり、通しでの演技ができなくなったことや、時代とともにホームドラマの制作も減少の一途をたどったために、徐々に仕事を減らすようになっていきました。俳優業はセーブしましたが、1975年4月より ABC テレビ朝日系のクイズ番組パネルクイズアタック25の司会者となり、36年にわたり司会を務めました。さて、児玉清さんの奥様はどんな人だったのでしょうか。児玉清さんの奥様は北川真知子さんという女優さんで、児玉清さんの1歳年上の姉さん女房でした。児玉清さんは当時の男性芸能人としては珍しく、婿入りしたことでも話題になりました。婿入りした経緯は、北川真知子さんの実家が事務用品を取り扱う株式会社近田の創業家であり、一人いた兄が戦争で亡くなったという経緯があったそうです。そのため名を奥様が継ぐために児玉清さんが婿入りをしました。北川真知子さんは日本人離れしたルックスで数多くの映画に出演し、男を魅了する役で世の男性から人気を集めました。児玉清さんと知り合ったきっかけは、1964年のテレビドラマサラリーマン義経くん奮戦記と言われています。二人は同じ東宝に所属していましたが、事務所の人から京都に一人で行けない女優がいるので一緒に行ってほしいと頼まれて同行したことがきっかけとなり、その後の縁となりました。児玉清さんは北川真知子さんを作品を通してしか知らなかったので、役柄と違う真面目で控えめという素の様子を大変気に入ったそうです。いわゆる一目惚れというやつです。意気投合した二人は知り合ってからわずか4ヶ月後の1964年8月に結婚し、北川真知子さんは女優を引退して家庭に入りました。その後は1966年頃に長女、1969年に長男の一男一女を授かりました。北川真知子さんは2023年現在も元気に過ごしていると言われています。児玉清さんには1966年頃に生まれた直子さんという娘さんがいました。芸能活動はしておらず、児玉清さんが立ち上げた個人事務所のマネージャーとして働いていました。その後、直子さんは34歳の時にスキルス胃がんと宣告されてしまいます。同じ頃に児玉清さんへ木村拓哉さん主演のテレビドラマヒーローの出演依頼が来ますが、直子さんの病気やテレビドラマに対して乗り気ではないことから断ろうとしたそうです。それを聞いた直子さんはマネージャーとして厳しく父を説得しました。泣く子が黙るようなキムタクさんが出るんだから、彼の目の前を歩くだけでよいから出なさい。この直子さんの説得によって児玉清さんはヒーロー出演を決めたそうです。結果として児玉清さんはヒーローに出演し、その後は多くのテレビドラマに再び出演するようになりました。2010年には19年ぶりの NHK 大河ドラマとなる龍馬伝に出演し、主人公坂本龍馬の父である坂本八平を演じ、これが遺作となりました。何とも言えない頼りがいのある上司という感じで、前編には出演しなかったものの好評を博しました。2002年に直子さんは夫と4歳の息子を残して亡くなりますが、一連のエピソードについて児玉清さんは次のように語っていました。こんな僕でも人様に元気を与える部分があることを知ってね。
それからですね、自分のためだけではなく、人のために何かすることに意義を感じ始めたのは、大切な娘を亡くして、そのことが初めて分かった、とその当時を振り返り、俳優に対する心構えの変化を感じたようです。娘さんとしては不運も重なり、親より先に旅立ちましたが、マネージャーとしては完璧な仕事をしたということでしょう。児玉清さんには1969年に生まれた大輔さんという息子さんがいます。当初は父の事務所に所属してタレントやモデルとして活動していました。ちなみに後にアダムスモデルス事務所へ移籍しています。芸能人としては目立った活躍なく、現在は芸能界を引退して母の実家株式会社チカダの社長と児玉清事務所の代表を務めています。現在も児玉清さんの切り絵を使ったイベントやカレンダーの出版などに携わる一方、会社社長としても多忙な日々を過ごされているようです。2011年2月下旬から体調不良を訴え、都内の病院にて検査をしたところ、胃がんが発見されました。3月下旬より検査入院した際には肝臓へのがん転移も発覚し、すでに手術不可能な状態だったといいます。同年4月、肝機能障害により緊急入院、講演会やテレビ、ラジオ全番組の出演をすべて休業することになります。活動復帰を目指し療養に専念していましたが、同年5月のゴールデンウィークを過ぎてから容態が急変し、5月16日12時28分胃がんのため東京都中央区の聖路加国際病院で亡くなりました。享年77でした。葬儀告別式が同月21日、東京文京区の護国寺景勝殿で営まれました。いかがだったでしょうか。今回は児玉清さんのご家族やこれまでの経歴について調べてみました。出棺前には児玉清さんの長男北川大輔さんが遺族を代表して挨拶しています。生前父は俳優としていろいろな仕事をしていましたが、仕事から帰ってくると我々家族にはいつも自信がない、不安だと情けない愚痴ばかり言っていましたと児玉清さんの知られざる一面を明かしました。俳優業や司会業で唯一無二の存在感を放っていた児玉清さんでしたが、真摯に仕事と向き合うがゆえに心の中では常に不安と戦っていたそうです。大輔さんは家族にしか見せない亡き父の弱さを語ると、集まった計1160人の参列者に、こんなに大勢の方に見送っていただき、父が積み上げてきたものはとても大きなものになっていたんだなと思いました。ありがとうございましたと頭を下げ感謝をしていました。児玉清さんが眠る棺には病室で読もうとしていた本や趣味の切り絵の道具、友人に配るために作っていた今年のカレンダー、名前入りのオリジナル原稿用紙、お気に入りだったネクタイ数本などが収められたといいます。まずもって1000人以上の方が葬儀に参列したことから見ても、生前の児玉清さんの人柄が忍ばれます。名調子の司会業は俳優の新たな活躍の仕方の指標になっているのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。